マコード長首ガメは、ヘビ首メか長首メ属に分類されるカメ。インドネシア固有種最大高十21.5センチメートル。背高はやや幅広い卵型。第5、C パ板は横幅よりも縦幅の方が大きい。第1円パ板は第2円パ板よりも小型。生態は背高の看板にシワが入る個体が多い。背高の色彩は黒や濃右赤かつ色。 復興は大型。喉甲板と左右の喉甲板の間にある甲板の、継ぎ目は、健康板と、喉乾乾板のシームより長い。復興のシームの周囲に沿って入る、黒色斑が不明瞭。属内では、頸部が、やや短い。頭部や頸部、四肢背面の色彩は黒く、覆面の色彩は灰色。孵化直後の様体は、復興、頭部や頸部覆面に、 黄色や大色の反紋が入る。胸甲板と復興板のシームが第5円甲板と第6円甲板のシームに直線上につながる。講師の開口部が第6円甲板内縁にかからない。胸甲板と復興板のシームが第5円甲板に接する。復興口部の開口部が第6円甲板内縁にかかる。湖、水田やその周辺の水場などに生息する。 食性は動物食で飼育下では魚類、甲殻類などを食べた例がある。種商名マッコーディはビルマッコードへの懸命。食用やペット用の乱獲などにより生息数は激減している。1997年にインドネシアでは輸出が規制されたが以降も密輸されたと考えられている。2005年にワシントン条約付属書2に掲載された。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。以前はニューギニアナガクビガメとして野生個体が大量に流通していた。ヨーロッパや日本国内での飼育か繁殖個体が少数流通する。飼育下では配合飼料にも得ずく。ありがとうございます。